Two paintings were commissioned from Leonardo da Vinci and Michelangelo Branotti by Piero Soderini, a statement of the Republic of Florence. They are intended to be frescoes painted on the walls of the Salon de Cinquecento in Palazzo Vecchio. Both are to be decorated by Leonardo and Michelangelo, who are commissioned to depict. The Battle of Angari by Leonardo and the Battle of Casina by Michelangelo. This fact indicate that when Michelangelo was commissioned, Leonardo was still alive, which is a very important fact for today's story. politician, Piero Soderini, 2人の画家、つまりレオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ・ブラノティの2人に2枚の壁画を描くように依頼しました。それら2枚の絵はパラゾ・ベッキオにあるチンクエッセント宮殿の壁画として飾られる予定でした。ダ・ヴィンチはアンギャリの戦い、またミケランジェロはカッシナの戦いを描くように依頼され、 これら二人の画家はそれぞれ正確なスケッチを書き残しました。がここで重要なことは二人の画家がピエロ・ソデリニに絵の依頼を受けたときには当然のことながらまだ二人の画家は生きていたということです。特にミケランジェロがカッシナの戦いのスケッチ画を描いたときにはダヴィンチはまだ生きていたということです。ここが 重要です。ミケランジェロはそのカッシナの戦いの絵の中に、775027という数字を隠し文字の形で書き込みました。キリスト教会用語で77はイエス、50は復活、そして27は聖書を意味します。つまり、聖書によりイエスは復活したと。で、ここが重要です。 その775027の数字の中から、ダヴィンチは572という数字を抜き出し、それを自分の死亡日とあらかじめしました。ダヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったということになっています。が、その死亡日は775027、つまり 聖書によりイエスは復活したという数字の中から取った3つの数字によってあらかじめ捏造された死亡日だったのです。つまりダヴィンチは67歳の5月2日に死んだことにしてこの世を去ったということになります。さらに言えばこの死亡日はダヴィンチ自身によってあらかじめ歳の月日に死んだことにしてこの世を去ったということになります。さらに言えばこの死亡日はダンチ自身によってあらかじめ 捏造されたものであり、したがってダヴィンチはその日には死んでいないということになります。もっとわかりやすく言えば、ダヴィンチはまだ生きている間に自分の死亡日を775027に合わせてあらかじめ用意していたということになります。さらに言えば、ミケランジョロはダヴィンチの正体を知っていました。つまりダヴィンチは 1500 775027年後のイエス自身でであったわけですつまり聖書によりイエスは復活したというのはそういう意味ですだからカッシナの戦いの中でミケランジョロは王冠をかぶったイエスを表現しましたつまり王の中の王という意味です カッシナの戦いの中の向かって右端で足の皮をベロッと剥いでいるのがダヴィンチつまり1500年後のイエスということになります一方ダヴィンチはアンギャリーの戦いの中でやはり隠し絵という手法を用いて頭から血を流しているイエスを表現しましたイエスは死んだ と言わんばかりの絵です。その手の甲には性根がついています。注意深くご覧ください。つまりこうして、私は死ぬ、あるいは死んだ、と。が、これら二枚の絵画が、鎮血戦闘宮殿の壁の両側を飾っていたとしたら、どうなっていたことでしょうか。 が、当時の二人の関係を知れば、そういうことはありえませんでした。そのありえないことが、そのチンクエセント宮殿で起きようとしていたのです。ダ・ヴィンチの正体を知ったミケランジェロ、自分の正体を見抜かれたダ・ヴィンチ、1500年後のイエスであるという正体をミケランジェロによって見抜かれたダ・ヴィンチ、それゆえにダ・ヴィンチはこの世を去ったことにしようとした。 で、あえて、775027の中から3つの数字を選び、自分の死亡日とした。67歳の5月2日です。繰り返しますが、だからこの死亡日はダ、ダヴィンチ自身によって、あらかじめ、あらかじめ、捏造された死亡日ということになるのです。つまりダ、ダヴィンチは、その日には死んでいない。 そしてダヴィンチが1500年後のイエスであったことを考え合わせるなら、そのイエスは現在の今もこの世界のどこかで生きているということになります。私、林博士はそのように判断しました。広し林ハーマーマーシティジャパン。 それでは画面を見ながらもう一説明します。これが、えー、ピエロ・ソデ・リニです。英語の方では、えー、ステイトマンとなっていました。すなわち、大物政治家という意味ですね。そのソデ・リニがですね、二人の画家、すなわち、えー、ダヴィンチとメケランジロに壁画を描くように依頼した。 ということなんですね。これがその宮殿です。中央にあるのは宮殿です。この宮殿、まあどこかわかりませんけどもね、どこかの壁画を描くように依頼したわけですで、ダヴィンチと、まあ、ミケランジェロがそれに応じたということになります。で、ダヴィンチの方はですね、えー、アンギャリの戦い、そして、えー、ミケランジェロの方はカシナの戦いの絵を描くように依頼されたと。で、左下がこれがあのアンギャリの戦いです。そして右が、えー これがカシナの,の戦いです、まあ。ですからダヴィンチもミケランジェロも正確な,なんて言いますかスケッチ画を、まあ、最初に描いたということになります。で、これがその宮殿ですね。で、まあ、このどこかの壁画として、えー、描かれたあ、まあ、描かれていた人たちに、ね、このようになっていたというふうに、まあ、ちょっと私が絵を貼り付けてみました。まあ、左に、まあ、ダヴィンチ、右の方にミケランジェロの絵という、まあ、壁画ということになります。 実際にこんなことはありえなかったと思いますね。まあ、その理由はまあ、おいおい話していきたいと思いますけども、ともかくもこのようにして、まあ、まあ、引け顔、まあ、もし書かれていたとしたらね、 で、しかしここで重要なことは先ほど言いましたように、その右のそのミケランジェロのそのカシナの戦いの絵が、まあ壁、まあのいわゆるスケッチができたときにはですね、まだダヴィンチは生きていた,生きていたと、生きていたということは重要なんです。というのはその右のですね、カシナの戦いの壁画の中には、まあ隠し文字の形で数字が隠されていました。バイ、林博です。で、よく見ますとね、これ7。 最初の私、7という数字に気がついたんですね。それから、あと、まあ、簡単。もう一つは、あの、上に棒を持った人がいますでしょその棒あの、笛のような棒を持った人がいますね。その棒を先を伸ばしてみたら、その、それぞれの数字に行き当たったということです。まあ、そこからの発見しました。まあ、裏話ということになるわけですけどもね。それで、7502という数字が浮かんできたと。そして、一番右端にいるのが、これ、ダビンチだということは、その前に分かってましたからね。 顔の顔が一致しましたのでダヴィンチだということは分かっていましたので、まあ、これはダヴィンチであるというで。7502という数字がですね、ダヴィンチのまあ死亡年としてですねそれから5月2日という数字につながったわけです。でダヴィンチは67歳の5月2日にまあ亡くなった 亡くなったということとになるわけですねというのは、もうこの,この絵そのものがですね、カシナの戦いの絵がですね、ダヴィンチが亡くなる前に描かれているということですからね。ですから、7502に合わせてダヴィンチが死んだということになるわけです。逆だったらね、例えばこの絵がダヴィンチが死んだ後に描かれたとしならば、ミケランジョロはダヴィンチの死亡日に合わせてその数字を書いたということにも考えられるわけですけども、 そうではなくて、この絵そのものがですね、ダヴィンチが死ぬ前に書かれていたということになりますと、7502に合わせて、ダヴィンチが、まあ、の自分の死亡日を設定した、あらかじめ設定したというふうに、まあ、考えられるということですが、しかしこれだけではまだ十分じゃありませんよね。で、7502の他にですね、まだ数字がありますね。一番右の方は私これ初め1と読んだんですけどもね、7750、まあ7か1かなというふうに読んでたんですけども、7502、そして一番右の方にも7がありますね。そして、775027という数字が浮かんできたわけですね。この 775027の意味をですね、まあ、ある方が調べてくださいまして、777はチーザスである、イエスである、号令はあ復活、それから27は失聖書という意味だということを教えてくださいました。と,ということになりますと、この、まあ、775027を、まあ、どういうふうにあとはね、組み合わせて解釈するかですけども、イエス。 る復活聖書。ですから聖書によりイエスは復活したというふうに取れるわけです。その775027を取ってダ、ダヴィンチが自分の死亡日とした。すなわち、まあ、あの、あらかじめ752を取って、その意味はですね、私は実はイエスだったんだよということを、その数字の中にまあ織り込んだということになるわけです。もう一度繰り返しますと、ダヴィンチは、えー 67歳の5月ですね。5月2日に亡くなっていると。だから752が浮かんでいくる。その752という数字をですね、アーカルジメソのミケランジェロは、まあその死亡日とは、 なるとは思ってなかったんだろうと思うんですけども、その775027という数字をですね。すなイエスは聖書により復活して、その下、その右端にいるのが、ダ・ビンチである。ダ・ヴンチを、まあ、王冠をかぶった。ダ・ビンチを描いたということになるわけです。イエス、いわ,いわゆる、まあ、ダ・ヴンチがイエスであり、イエス,、まあ、ダビイエスがダ・ビンチとして復活した。と。そういうことを聖書に,、まあ、聖書によって、そういうことが、まあ、予言されたように復活したんだということを、ミケランジェロはこのカシノの戦いの中で、まあ、表現したということになります。まあ、これで謎が解けました。 そして、まあ、その77502なるどこから来たかというと、今言いましたように、えー、ミケランジュラは当初はイエス復活聖書と、その絵を見てです、ね、ダヴィンチが752 75をとって、自分の死亡をあらかじめです、ね、死亡日として、その日に死んだことにしたというふうに考えられるわけです。で、これがダヴィンチですよね。 で、これがアンギャリーの戦いですけども、この、もう一度見ていただきますと、この、これは、あの、森本悟藤さんって方がね、この絵を見て、まあ、いろんな絵が隠されているんですけども、こうした絵も隠されているよということで教えてくださったものです。この頭のこの円形がですね、逆さまにしますと、これがハロー、氷になるっていうわけですね。そして、その、この人物の、まあ、向かって右、左手にはですね、手の甲には聖魂があります。 地域かご覧くださいこれは、それによって、この人物がイエスであることを示しているわけです。で、まあ、血のように見せかけています。これは、まあ、核ですね。このアンギャルの戦いの中には、私が発見しただけでも十数個の核性があの隠されています。そして、この手の甲,手の甲にはあの、あのまあ、いわゆる聖婚があります。なあち、この人物はイエスであり、まあ、あのー、イエスがまさにね、馬に踏みつけられて、真対応と、真、まあ、まさに、まあ、まあ、 死に、死の、死に対応といてのもおかしいですけどね、生きてますからね、なんて言ったらいいんでしょうか。ともかく、ま、あの死、死にそうな状態を描いたということになるわけですね。そして手の甲には成功が残っているということです。このような形で、ダヴィンチはアンギャルの戦いの中で、これはイエスであり、イエスはまさに死ぬところですよ、ということを、まあ、私たちに、まあ、メッセージとして残した、残したということになります。で、結論ということになりますけれども、その前にもう一回のし、あの、知っておいていただきたいのは、これがあるダヴィンチの、まあ、熱造された、 画像ですここに今4人の、まあ、人物像を紹介しますけど、これはみんなあのダ・ヴィンチ自身ですね。まあいわゆるまあ、比較して、まあ、細かいところを精査していただくと分かりますように、違いがないという点で同じ人物だということなんですよ。あのこうしたあの、まあ、顔というのはそういうものなんですよね。あのそれぞれぞ表情を見る角度 年によっても違いますからねですから、まああの、違いがないという点で同じということに判断し,していきます。まあ、上と右のダヴィンチの絵は似てますね。で下がダヴィンチの実像、真ん中の下がダヴィンチの実像と判断しています。というのは、この絵だけはです、ね、他の人物と一緒に、まあ、描かれているという点ですよね。なおち、まあまあ、3D モデリング方式ではできないということです。そして、まあ、ダヴィンチの特徴をみんな この後にもう一回その同じことをつなげておきますから、またよろしかったらご覧になってください。そちらの方で詳しく説明いたします。いわゆる鋭い目つき、三拍岩ですね、それから、バシバーナー、それからあの割れた顎ですね、まあ、そういったことです。これがまあ左,上左にいるのがダヴィンチということになります。で、このダヴィンチがですね、その、まるは いわゆる、まあ、ミケランジェロのカシナの戦いの右下に書かれている。そしてそのダヴィンチは足の皮をベロッと吐いている。そして、まあ、あの頭には王冠をつけているということになるわけです。まあ、左にまあ王冠をつけている、まあ、ダヴィンチの絵を皆さんに見ていただきますけど、やっぱり同じなんですね。あのー いわゆるまあ角度も同じですし、この耳が特に注意していただきたいと思うんですね。耳というのは非常に個人差の大,大きい部位でしてね、そしてあの同じように書かれているこう、まあ、小さな小耳といいますかね、耳たぶのない耳、それからあのこの耳ですね、このこぶがありますね、これもダヴィンチの特徴です。そして、まあ、あの青が二つに割れている歯並びのあるい歯、大きな口、それから鋭い目、それからあの細い眉毛ですね、そういったところにダヴィンチの特徴があるということです。なお、これらの二人は同じ人物、なお、右がダヴィンチですから、左もダヴィンチということになっていくわけです。 で、その左の、まあ、ダヴィンチの顔がですね、先ほど言いました、歌詞の戦いの右下に書かれて、しかも繰り返しになりますけれども、王冠と言いますかねあの、花をかむって、すなわちこの中の、いわゆるレプタリアンの群像と私は呼んでますけれども、レプタリアンの群像の中の王、いわゆるキングであることをこのような形で、ミケランジェロは表現したというふうに私は判断しています。もう一度これ見てくださいね、あのあ体がですね、ボコボコのいわゆるレプタリアン独特のですね、コブだらけの、 人間ですねこれはあの人体の美を追求した絵ではありませんよ。で、結論ということになります。これがあのピエロ・ソル・ソデリーミですね。で、このまあ大物の政治家が宮殿の壁画を飾ってくれると、まあ、あの2人の画家に依頼したと。 そして、二人の画家がそれぞれスケッチ画を残したということですね。しかし、まあ、ダヴィンチとミケランジェロが、ね、背中合わせに絵を描くなんてことはあり得ないわけですからね。ダヴィンチがそれを許さなかっただろうと思いますね。まあ、実際、その壁画は両方とも完成していませんね。ですから、スケッチ画しか現在見ることはできませんけども、そのスケッチ画に基づいてこの壁画を描こうとしたわけですね。まあ、左か右かわかりませんけども、たまたま私はまあ左の方にアンゲルの戦い、右の方にカシナの戦いの絵を並べていました。このような形で、ね、もし完成してるわけですよ。こんなことになったわけですけども、まあ 自分では絵を描かない人でしたからね、描いてませんね。あの全部まあコンピューター、グラフィックスのような、ね、高度な機器を使って描いていましたから、まあ、こうして背中合わせにペン、筆を持って、ね、絵を描くなどということはありえなかったわけですし、またね、立場上ありえなかっただろうと思います。それについてはまたおいおい説明していきますけれども、ともかくもこの中に775027という数字が書き込んであったと。でそれはイエス、復活、聖書という意味であると。そしてその75、その2を取ってダ、ダヴィンチは自分の死亡日を描いなわけですね。 ああ、とうとう、私の正体をあのミケランジョロに見抜かれてしまったか、仕方ないな。マリアともうまくいってないし、長い,いしすぎたようだ。だったら、67歳の5月2日に死んだことにして、まあ、ここから去るか、というふうにダヴィンチが考えた、ということになります。少なくとも、67歳の5月2日にダヴィンチは死んでいない。イコール、現在の今も、この世界のどこかに、 生きている可能性が大変高いということになります。いかがでしたか Bye for now. Here in this video, it's my pleasure that I Hiroshi Hayashi can explain about a very important message from Michelangelo Bonanotti a message hidden in the sketch of the Battle of Cascina, in which we can read that Leonardo did not die on the day of May the second in 1519, and Leonardo himself was Jesus Christ after 1500 years. His death a t e was concocted with this message by Leonardo da Vinci himself. カッシナの戦いの絵は、もともとは壁画として描かれる予定のものでした。ダヴィンチの描いたアンギャリーの戦いの反対側の壁に描かれる予定だったと言われています。が、その壁画は描かれることはありませんでした。 現在、私たちがカッシナの戦いと呼んでいる絵は、そのスケッチ画ということになります。ミケランジェロの弟子がそのスケッチ画を正確に模写していました。そのカッシナの戦いの中には、ダヴィンチの秘密に関する重大なメッセージが隠し文字として書かれていました。つまり、ダヴィンチは1500年後のイエスであり、また少なくともダヴィンチは一般に言われているように、 1519年の5月2日、67歳で死んではいませんでした。その死亡年月日はダヴィンチ自身によって捏造されたものです。つまり、まだ生きているということになります。ダヴィンチは1500年後のイエスでした。そして、1519年の5月2日には死んでいませんでした。つまり、イエスはまだ生きているということになります。広し早市、浜松セディジャパン。 元々はですね、カッシナの戦いの絵はですね、パラゾベッキオにありますサロンディ・シンクエセントの壁画として描かれる予定のものだったようです。で、ミケランジェロがそのスケッチ画を描いたわけですけども、弟子の一人がそのスケッチ画をコピーしていました。現在私たちがカッシナの戦いと呼んでいる絵は、そのコピーした絵ということになります。まあ、これがそのカッシナの 戦いの絵ですけれども、ここに中心にいるのがダヴィンチ自身です。足の皮をベローッと剥いでいます。靴下を剥いているわけではありませんよ。で、ミケランジョルです。えー、ミケランジョルの描いた右下がガシナの戦いです。で、その前に、話を進める前に、一つ大変重要なことを皆さんに話しておかねばなりません。これが、まあ、私たちが知っているダヴィンチの自画像ということになります。ダヴィンチは生涯において、 たった一枚しか肖像画を残さなかったと言われてますけれども、実はその逆で、彼の描いた絵のほとんどが自分をモデルにして描いたものだということです。まあ、どこかで説明しましたけれども、3D モデリング、まあ、方式ですね。現在私たちは言う 3D モデリング方式で、まあ、いろんな絵を描いていました。ここに紹介する4人も全てリオノルド・ダ・ヴィンチです。えー、4人とも、 まあ共通してですね、同じ特徴を持っています。そして比較してみると分かりますように、違いがないという点で同一人物だというふうに林博史は判断しました。この説明もこの続くビデオの中でしますので、えー、興味のある方はどうかそちらでご覧になってください。要するに今言いましたように、まあ似てる、似てないというレベルではなくて、違いがないという点で同一人物と判断しました。まあまあ大きなってますか、鍵花。 それから、頬の下のコブ、耳の下にも多くのコブがありますね。それから、頬骨。それから、歯並びの悪い歯。それから、あの、細い眉毛。などが、まあ、リオネル・ダ・ヴィンチの特徴です。そうした特徴をみんな持っています。で、特に、中央下のこの人物に注意していただきたいと思います。これが、リオネル・ダ・ヴィンチの私は素顔だと思います。というのは、周りに人がいますから、これは 3D モデリング方式ではできない絵なんですね。ですから、これが、リオネル・ダ・ヴィンチの真の顔ということになります。で、 この絵の中にそのレオナルド・ダ・ヴィンチがいますけども、カシナの戦いですね。ここにいるのがレオナルド・ダ・ヴィンチです。まあ、先ほど言いましたように足の皮をベローッと剥いでいます。そして頭には王冠をつけている点にも注意してくださいね。そして反転してもう一度、まあ、比較してみます。右が先ほど言いましたようにレオナルド・ダ・ヴィンチの素顔。 ということになります。そして比べてみますと、やはり違いがないという点で、これら両者は同じ人物なうち、左の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。ポーズも同じですね。で、まあ、これが、あの、もともとは、ミケランジェの書いたスケッチ画のコピーであるという点に注意してください。そして小さな耳ですね。耳というのはですね、個人差が大きいものですから、このように塗るということは大変、まあ、 ありえないというか珍しいことですね。大骨に。それから小さな小花。それからあの和紙鼻ですね。大きな口。それから顎が2つに割れてますね。まあ、そういったところをまあ注意してみてください。すなわち、左の人物はリオナルド・ダヴィンチということになっていくわけです。まあ、これはもともとの絵ですけども、もう一度、まあ、ここで比較しています。 国境の重要なポイントということになりますから、皆さんにもぜひ確認しておいていただきたいと思います。で冒頭の動画の中で見せました、まあ、ダヴィンチが左ということになります。そして反転して比べてみますと、やはり同じ、当然同じですけどもね、まあ、こうしたコピーが残っているということですね。そして比べてみますと、これら両者は同じ。なおち右がレオナルド・ダヴィンチですから、左もレオナルド・ダヴィンチということになります。 チューブ加ご覧ください。そして皆さん自身で納得していただきたいと思います。まあ,あのダビンチの特徴っていうのはあのまあ私たち知っている地画像にはその特徴をんはみんな持ってますけどもねあの元々は同一の一つのモデルから作られたまあ地画像といいますか絵だということになります。 なわち、繰り返しになりますけど、みんな、リオナルド・ダ・ヴィンチですから、左も、リオナルド・ダ・ヴィンチということになります。そして、このダ・ヴィンチの頭を見ていただきたいと思いますけども、冠をかぶって、その冠には花がついています。まあ、こういう形でですね、えー、ミケランジェロは、この人物が、リオナルド・ダ・ヴィンチであり、そして、これの、まあ、私がレプタリアンの群像と呼んでいる、この群像の中の王じゃすなあち、まあ、キングであることを示しています。なわち、リオナルド・ダ・ヴィンチが、えー 王者ということになるわけですね。ここが重要なポイントですから、しっかりと確認しておいてください。まあ、こうした絵、そしてこのレプタリアの群像の中の人間はみんなボコボコとコブがついていて背中にひれのある人、それから皮を剥いている人が2、3人います。なち、 まあ少なくとも人間ではないということですね。そして隠し文字の話をしたいと思います。まあ、これ一文字とも言うんですけどもね、人間のまあ体でですね文字や数字を表すというわけです。これは love、o v e、すなわち love を意味しています。同じようにこの中に隠し文字、すなわち数字が仕込まれています。まあ、これを発見したとき、私は本当に震えました。757ですね。そしてここに5が隠れています。そして0ということになります。 中部からご覧ください。2ですね。えー、一文字です。で、7502という数字に注意してください。上にはイボットといって、ボスニア語で生きているという意味が隠し込まれています。それについてのビデオはこの後につなげておきます。7502ですね。まあ、今,今は750に注意してください。で、7502に注意して、この数字を並べてみますと、えー、ダヴィンチの死亡日と一致します。レオナルド・ダヴィンチは67歳の5月。 二日に死んだことになっています。なあち、この日に合わせて、ダヴィンチは自分の死亡日を捏造したということになります。と言いますとね、まあ、この絵を描いたのがとダヴィンチが死んだ後ということになりますと、ミケランジョナはそれをしていて、この中に囲んだというふうにも取れますが、そう判断するのはちょっと待ってくださいね。要するに、レオナルダヴィンチは、ここにも書きましたように、五月、なあち五番目の月の二、えー、日に亡くなっている。67歳。ですから、67歳で、五月二日に亡くなっているということになってますね。 皆さんの、まあ、ご存知の死亡日と一致します。しかし、この死亡日も実は捏造されているということになるわけです。で、さらに、この隠し文字を読んでみますと、さらに両側に7という数字があるのがわかります。まあ、それに、この775027の意味をですね、調べてくださった方がいらっしゃいます。アタゴさんという方ですけれども、775027の数字の意味,意味をですね、調べてくださったところ、77はイエス。 の代名詞です。50は復活の代名詞です。そして27は聖書の代名詞ということが分かりました。まあ、このように、キリスト教徒たちはですね、数字によって言葉を表していました。ならち、イエスは聖書に従えば復活するという意味になります。ならち、この日に合わせてダヴィンチは自分の死亡日を設定したということになります。ならち、ミケランジェロは後で7502を書き込んだのではなくて、あらかじめ、ま、あ ダヴィンチは自分の死んだ年、67歳の5月2日に、というのは、もともとはイエス、聖書によるイエスの復活ということを、その中に、まあ、自分の死亡日の中に織り込んだということになります。なあち、ダヴィンチは1500年後の自らイエスであったということを、このような形で告白したということになります。そして、その日に合わせて、67歳の5月2日に、まあ、この世を去ったことにしたわけです。なあち、ダヴィンチはこの日には死んでいないということになります。少なくともね。 と同時に、えー、ダヴィンチは1500年後のイエスということになりますから、今、現在に今も生きているということになります。もう一度このカシナの、えー、絵を見ていただきたいと思います。これは、えー、1542年に、まあ、コピーされたものということになっています。で、このカシナの戦いについて、いろいろな説明がなされていますけれども、まあ、それはそれとしておく、おかねばならないと思います。まあ、これがカシナの戦いですね。 で、AKR428B さんからこのようなメールをいただきました。まあ、このようなね、まあ、番組があって、このカシノの戦いについていろいろと説明されていたと、まあ、報告してくださいました。まあ、一般にはこのように理解され、説明されています、えー。どうかお読みください。 もともとカッシ,シナの戦いというのはですね、えー、ダヴィンチが予定していました、えー、アンギャリの戦いの、まあ、反対側の、まあ向かってね、反対側の壁画として、えー、描かれる予定のもとだったようです。ならち、えー、ダヴィンチがアンギャリの戦いを描き、えー、ミケランジェロがカッシナの戦いを描く予定だったようですね。まあ、がしかし、このカッシナの戦いの絵はですね、まあミケランジェロを妬んだ人によって、まああのー、 もともとのスケッチ側ですね破壊されたというふうに、まあ、あの言われています。で、まあ、このような説明が、えー、テレビの方で、まあ、NHK の方で、えー、説明されていたというふうに、ねまあ、あのメモをして報告してくださいました。一般的にはこのように説明されているということです。 でそっくり同じことがウィキペイダーの英語版の方にも書かれていました。偶然の1と思われます。まあ、興味ある方はその都度ポーズして読んでみてください。まあ、要するに林博の説とは全く違うということですね。 もちろん隠し文字ディスカバー d by 林博です。で、結論ということになりますけども、順に並べて考えてみたいと思います。上のカシナの右下に書かれているのは、これはレオナルド・ダヴィンチ自身であるということです。そして頭には王冠をつけています。なあち、このレプタリアンの群像の中の蝶ということになります。なあち、ダヴィンチがその蝶であったということを、ミケランジェロはこのような形で示したということになります。 そして、ミケランジェロは頭の戦いを通して、そして、7502という数字を織り込み、込みました。な8ち、67歳の5月2日に亡くなったダヴィンチのことを意味しています。しかし、その7502はですね、ダヴィンチの死亡日に合わせて、ここに描き込まれたものではなくて、そもそも775027という数字がですね、復活、イエス、聖書という意味だ、ということがわかりました。 すなわち、その日に合わせてダ、ダヴィンチ自身が自ら自分の死亡日を決めたということになります。すなわち、67歳の5月2日という数字は、ここから生まれた。すなわち、その日に合わせてダ、ダヴィンチが自分の死亡日を捏造した。すなわち、言い換えますとダ、ダヴィンチはその日には死んでいないということになります。そして、復活ということを、まあ、 ダヴィンチ自身が意識していたということになりますと、ダヴィンチ自身が1500年後のイエスだよということを、自らがこういう形で、まあ、あの、死亡日を通してですね、表現したということになります。自分の死亡日を通してですね、自分はイエスの復活した姿なんだよということを、ダヴィンチ自身がこのような形で告白したということになります。ですから、5月2日には死んでいない、少なくとも死んでいない、イコール、 私の旗が死ぬはずはありませんから、現在の今も、イエスは生きているということになります。これが私、林広志の結論ということになります。いかがでしたか ?Bye for now!Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story starts with a mail from Mr. AKR4285-san, a mail in which Mr. AKR4285-san has reported about a program broadcasted on NHK. The program was on the Battle of Kashina, painted by Michelangelo Branotti. My idea is, however, quite different from these ideas mentioned and explained in the program. And here is my answer to the very mysterious painting by Michelangelo Branotti. It is up to you which one of our ideas you take to believe. Mine or Japanese scholars. AKR42853からこんなレポートが届いています. カシーナの戦いについてのものですが、おととい NHK でその絵画が紹介されていたというのです。私が今まで説明してきた解釈とは全く違う内容のものだったようです。AKR4285 さんからのメールをそのまま紹介させていただきますが、その内容はウィキペディア百科事典の英語版そのままであることに驚きました。 その英語版もそのまま紹介しておきますので、興味のある方はどうかお読みください。で、それはともかくも私の説と NHK の説、どちらを信じられるかは皆さん自身の問題ということになります。皆さんご自身でどうか判断してください。続けて私が以前作りましたビデオをそのまま紹介しておきますので、そちらもどうかご覧になってください。で、私の率直な感想です。 私はあのウサギとカメの話のカメということになります。世界がまだ眠っている間に私はこうしてさらに前に進みます。AKR428 五さんからのメールを読み私はそう感じました。AKR428 五さんどうもありがとうございました。ということで今、AKR428 五さんからのメールを皆さんにこうして紹介しています。まあトークを指差し敵の襲来を告げるもの。 というふうに書いてありますね。そして、まあ、ラタイ彫刻の美を、まあ、追求したものであるというようなことですよね。で、ウィキペディアの英語版の方にも全く同じことが書いてあります。まあ、まあ、さらに言えばですね、英語版の方がさらに詳しいということですね。その前後の、まあ、ことをですね、詳しく説明しています。 まあ、このあたりから同じになってくるんですね。Army was initially taken by surprise. 突然の襲来に驚くと。まあ、そういったこと、内容ですね。そして、サルン、ピサン、アタックと。まあ、それにはね、ピサンの攻撃、突然の攻撃でね、えー、そちらの方向を指さしているという表現も次に出てきます。ここですね。ポイント towards a ピサンポジションと。ピサンの方角を指で示していると。 まあそういった様子を表したもんだ。そしてここにね、naked male figure と。まあ裸のね、まあ人間と言いますか男性の像を、まあこのような形で、えー、ミケランジェロ・ブラノティは追求していると。そういうことですよね。まあ続くビデオをどうかご覧になってください。判断なさるのは先ほども言いましたように、あなた自身ということになります。bye for now.Hello. This is Hiroshaya Shi, Hama Maseri, Japan.Leonardo da Vinci was Jesus Christ after 1500 years.It's evidence and proof.Da Vinci は1500年後のイエス・キリストであったかもしれないという話です。これが皆さんご存知のイエス・キリストの洗礼の絵です。Da Vinci が他の画家と一緒に描いた絵だと言われています。で、次。 にですね、これがダヴィンチ自身が描いたと、まあ、証明されています老人の絵です。これが私が証明しましたダヴィンチ自身の素顔です。そしてこれが皆さんご存知の、まあ、ダヴィンチのイメージですね。で、これらの絵を比べてみますと、いろいろと、まあ、なて言いますかあ、分かってきます。で、その前にですね、神々の形像を簡単におさらいしておきたいと思います。 これがシュメールの神々のケ図です。ここにいるのがエンリルです。まあ地球の支配者ということになるわけですね。シュメールの時代には。そしてエンキがいます。そして孫にあたるのがウツです。太陽の神です。そしてイナーナですね。ここではクイーンオブヘブンと。 天国天、天と地の女王ということになっています。これが続くバビロニアにおける神々の形図ですけれども、この部分を拡大してみます。上の部分をね。そうすると、イシュタールが頂点に立ちます。イナンナンが頂点に立つんですね。そして、祖父にあたるエンリルがその下に下ります。イーエーエアですね。これは木のことです。そして、ウツはシャマーシュと名前,名前を変えます。太陽の神です。 で、イシュタールが頂点に立ちます。8、えー、方向に伸びる金星の、まあ、星の形がですね、イシュタールのシンボルマークということになります。そして、この両者を比べてみますと、えー、両者っていうのは上がシュメールで下がバビロニアです。で、エンディルがここに来ます。で、エンキンがここに来て、そして、ウツがですね、太陽神のウツがシャマーシュがここに来ます。そして、イナンナはイシュタールと名前を変えます。 というか、まあ、呼び名が変わるわけですね。変えたというよりも。それで、この神々の形図、もう一度ここを見ていただきたいんですけども、うつが、いわゆるシャマーシュになります。太陽の神です。そして、イナンナがイシタールになります。まあ、兄弟ということになるわけですけどもね。ただ、あの、人間の世界と違いまして、神々の世界では、まあ、人間のようにセックスして、妊娠して、出産という関係ではありません。えー そしてこれがギリシャ神話における神々の形図です。で、この形図を見てみますとですね、まあ、この形図そのものがですね、私は正しいというふうには思ってませんけども、一応まあこの形図に従って話を進めたいと思います。で、この黄色い部分ですね、重要なのは。 で、上がタイタン族、ティタン族ですね。下がオリンピアンズです。いわゆるゼウスを頂点とするオリンピアンズですね。で、ヘリオスはここにいます。これが太陽神ですね。そして、ここにレアがいます。まあ、法上の神とも言われています。で、これを並べてみますと、まあ、こういう関係にならなれますね。シャマーシュがギリシャ神話ではヘリオスになると。そして、レアが、ごめんなさい、イスタールがギリシャ神話ではレアになると。 まあ、レアというのは、ヘラにもなり、また、アルテミスにもなります。先ほど、あの、兄弟関係というのは、人間の兄弟関係というのは当てはまりませんね。まあ、それは、あの、どこかで説明しましたので、ごめんなさい。で、この、チタン族と、オリンピアンズは対立関係にあって、そして、結果的に、チタン族が敗北します。と同時に、ヘリオスは太陽の座を奪われます。そして、ゼウスの息子の、 アポロが太陽神に着きます。そこでですね、ここで重要なことは、アポロと、それから、えー、ミトラが同一神であるということですね。で、これは、あの、ギリシャ彫刻の特徴なんですけども、忠実にまあ顔を表現しています。それは 3D プリンティングテクノロジーを使っていたという一つの証拠になるわけです。左がアポロで、右がミトラということになります。この両者の顔を比べてみてください。髪の毛は無視してくださいよ。で、アポロとミトラとは、 全く同じなんですね。ということは、ギリシャ彫刻はですね、こういう形でアポロとミトラは同一神であることを示しました。なあち、まあ、ギリシャ神、ギリシャ彫刻は立体彫刻による、まあ、歴史書ということになるわけですね。で、ギリシャの神々はこういう形でアポロとミトラは同じですよということを、まあ、私たちに伝えているわけです。となると、ここで、まあ、 いろいろと問題が出てくるんですね。アポロはヘリオスの後をついていってますか。後を、まあ、まあ、取ってですね、太陽神に着きます。そしてミトラはミトラ教を起こします。そして、全1世紀にはペルシア全域を支配する、まあ、大きな、まあ、勢力を持つわけですね。で、そのアポロとミトラが同一神である。これがの一つのポイントになるわけです。 で、アポロとミトラは同一神である。まあ、これはあのギリシャ彫刻によって証明されるわけです。となると、ここで問題が出てくるんですね。え、全1世紀に、まあ、あの、アポロが、まあ、いわゆるミトラがですね、ミトラ教を起こして、え、ペルシャ全域を支配する。で、ま、当初はですね、ミトラ教は、ま、このバビロニアシュメール、 それから、下のメソポタミアですね。全域で勢力を伸ばします。で、負けたティタン族の方のですね、ヘリオスはどうなったかという問題が出てくるわけですね。まあ、ヘリオスなうち、イナンナのウツの弟か兄のウツですね。それから、これがイスタールですね。イスタールとシャマーシュです。シャマーシュ。まあ、ウツと、ウツがシャマーシュと名前を変えるわけです。 そして、イスタール、それからシャマーシュはヘリオスと、まあ、ギリシャ神話では呼ばれるようになります。で、このミト,ミトラ、教に対して、イスタールとシャマーシュはキリスト教を立ち上げます。でシャ、いわゆるそのヘリオスはですね、イエスキリストと語るわけですね。で、キリスト教の方ではですね、まあ、キリストはですね、30歳以前のキリストの所在っていうのは全く不明なんですね。それもそのはずなんですね。はい。 で、勢力を伸ばして、ミトラ教に対抗するわけです。こうして両者の確実が深まるわけですね。で、ミトラは、12月25日、当時の日に、母、アナヒータの諸女会団の下で生まれ、そして、3人の賢者がやってきて、ミトラの誕生を祝います。そして、イスタールはですね、ローマ国境、チョーチョブローマがですね、国境となると同時に、イスタールはイーサーと名前を変えます。 現在、カトリックではですね、イースターを最大のお祭りとしているのはそういう理由によるものです。もともとキリスト教といいますかね、イスタール教というのは、イスタールが中心となり、ヘリオスを抱き込んで立ち上げた宗教ということになります。そして、教義、その他、あの、内容はそっくりそのまま、ミトラ教のそれをまあ持ち込んで、自分たちの宗教を立ち上げたということになります。で、 もともとイースタールというのは、法上の神、女神なんですね。豊かな。多産で、多産いうことは結局卵と、それからウサギ、まあ多産ですよね。を象徴としてイースターを祝うようになったわけです。そこでもう一度見ていただきたいのは、ミトラ教とキリスト教の関係です。まあ見ていただくとわかりますように、えー、全く同じなんですね。ただ、ミトラ教の方がキリスト教よりも古いということですよね。で、生まれたのもマヤであると。誕生日も12月25日である。 というようなことがあるわけですね。そしてミトラは奇跡をいろいろと起こしてみせます。それはキリスト教と同じです。そして、ただ最後の晩餐はね、ミトラは最後の晩餐をして天井へ帰っていきますけども、まあ、キリストの方は処刑前夜にやったということになっています。で、こうしてみますと、キリスト教は 全くまあミトラ教そのものであるということが分かります。洗礼ももともとミトラ教のものだったわけですね。で、地下や洞窟で、えー、神事を行うのもやはり同じです。ただ、立場はですね、あのミトラ教は太陽神を祀っていますけども、えー、エルシャダイなちキリスト教の方は、えー、誰が神だるかは明確にしていません。 で、こうした流れがですね、やがてフリーメイソンとキリスト教の対立へと繋がっていきます。左がミトラ教、右の方がキリスト教の流れということになりますね。で、イシュタールはあー、マリ、エジプトではマリ、それからヘブライ語ではマリアとなります。そして、えー、まあ、イエス、ヘリオスと組んでキリスト教を立ち上げます。 そして左の流れはフリーメイソンリーとつながっていきます。そして右の方はチ h u r c h y その後のカトリック教会とつ、カトリック教と、まあ、教会とかカトリック教とつなが,つながっていきます。ローマン・キャ a リ h o l i c i ですね、とつながっていきます。で、このマリ、マリ、いわゆるマリアはどうなったかと言いますと、えー、その後、まあ、行方不明ということになるわけですね。 マリアも、それから、キリストも、まあ、焦点というか、天へ登っていくわけです。が、それで、まあ、地球、地上から消えたと言いますか、消えたわけじゃないんですね。そして、1500年後に、イスターのことを知っている、大変よく知っている、人物となって、まあ、この世の中に再,あの出てく再現するわけですね。で、彼の名前は、レオナルド・ダヴィンチであると。 私はそのように、えー、仮説を立ててみましたが、これはまた妙なことに、えー、いろんな事実と符合していくんですよね。で、この老人を見ていただきたんですけども、これは誰かということなんです。で、右があ、いわゆるその洗礼を受けるイエス・キリストですね。一見違った顔に見えますけども、細部を見ていきますと、大変よく似ているのがわかります。まあ、部分的な部分にこう比較してみますとですね、 まあ、同じである。というふうに判断します。まあ、ちょっとね、絵の、右の方は若いし、左の方は老人ですから、比較しにくい部分もありますけども、丁寧に見ていきますと、同じなんですね。そして骨格ですね。えー、肩の上に三角形のくぼみができていると。そういった部分に皆さん注意してください。そして人間にはない剣がここにありますね。左の老人にもその剣があるんですよ。 脇の、脇の下の上ですよね。にあると。なあち、右のイエス・キリストは左の老人と同一人物ではないかということになります。まあ、ほぼ同一人物と私判断しますそ。そして、そしてこの顔が私が、あの、調べ上げました、ダヴィンチの顔とつながっていきます。小さな耳、耳たぶのない耳ですね。これはもう一度後で簡単に精査していますが、他の顔で。この、いわゆるコブのつき方、それから広い、 口って言いますかね。で、鼻が途中で、えー、まるわし腹になっていると。といったところですね。そして、下顎がぐっと前に出てる。で、目の鋭さ、三拍眼。というところを注意してみてください。となると、真ん中の老人はダヴィンチということになりますし、右のイエス・キリストはダヴィンチ自身を模したものだということがわかるわけです。 特にあの首の上の方からね、付け布の方から、あーいわゆるまんて言いすか、三角形に近い、あのー、太い、まあ、首になっているところにも注意してください。で、まあ、ここであの、うど人間の写真を出しましたけども、これはあの、ただ参考のためですけども、頬骨と言いますかね、あのー、が異様に太いということです。こういったところも共通しているということを皆さんにお見せしています。 で、ダヴィンチのじゃあ真の顔はどんな顔だったかですけど、これは皆さんがご存知のダヴィンチの顔ですけども、ーこれはあの 3D モデリングで作られた、まあ、顔ですね。というのはですね、あの、これ今お見せします4人の顔はですね、細部にわたって全く同じなんです。ということは、この年齢差がかなりあるにもかかわらず、こうした特徴を共通して思っていること自体がありえないことなんですよね。まあ、それに、あえないことが起きているわけです。 ということは、真ん中の上の皆さんが持っていらっしゃるダベンチの顔はですね、いわゆるまあ、機械的に言ですか、3D モデルの方法で作られた顔だということになってくるわけですね。で、まあこうして、まあ、あの、顔の部分的な部分,部分をですね、比較してみますと、まあ、しているっていうレベルを超えて同じだということです。細い眉毛がね、上ピンと上がっているところ、それからほくろがあるところ、皆さん自身でこの丸を追い,追いかけながら、検証してみてください。 なあじ、ダヴィンチという人はですね、一枚しか肖像画を残さなかったのではなくて、自分以外の顔は描かなかったというふうに考えるのが正しいということになります。なあじ、ダヴィンチはですね、すべてと言っていいぐらい、すべて自分をモデルにして、絵を、あの、人物像を描いていたということになります。ここに大きな、その、なってますかね、あー作語のあー原因があると思います。 すなわち、ここに、4人にいる。まあ、4人だけじゃないんですけどもね、ここにいる4人もですね、同一人物、すなわち、レオナルド・ダヴィンチであるということです。そして、この顔なんですね。左が今言いましたダ、ダヴィンチの顔。これいいですね。4者同じですから。そして、この老人とも比べてみますと、これがまた、耳の形。中深くご覧ください。みんな同じなんです。 ちょっと変わった耳の形しますね。そして、えー、耳たぶんが非常に小さい。小さいというか、ほとんどない耳ですよね。そして頬にも特徴があります。くぼみにも特徴があります。という顔、まあ顔なんですけど、これがあの先ほどイエス・キリスト、占領を受けるイエス・キリストの顔と、 同じだということを同じというか、まあ、ちょっとあの比較しにくい部分もありますけども、ほぼ同じだと私が判断したものです。まあ、幅の広い口。何かしらのこう歯並びが悪い感じがしますね。そして人間には、あまあ、ないことはないんでしょうけども、見られない太い、まあ、剣ですね。そして大きな首の付け根から三角形が出ています。そして髪の毛の生え方。 順に見ていきますと、あ,あ、同じだというふうに、まあ、皆さんもお気づきくださると思います。コブの作り方。なあち、右の男性は、リオナルド・ダヴィンチ、彼自身だということになりますね。そして、この顔がですね、イエス・キリスト1500年後の顔というふうに考え、私は考えます。なあち、すべて一人のダヴィンチだということです。 ここがポイントなんですね。で、真ん中の中央の顔は作られたイメージですけども、まあ、これは私たちが持っているダヴィンチのイメージということになります。それにもう一人、この老人の顔が加わります。そして、このダヴィンチはマリアがイシュタールであることを知っていました。これが受胎告知の絵ですけども、私が。 ここに、まあ、奇妙な足を発見いたしました。ここの矢印のところに注意してください。この矢印のところを見ますと、妙な、って言います奇妙な、まあ、足の先がですね、出ています。まあ、これも誰も気がつかなかった。イコール、言い換えますと、この事実を知っていたのは、ダヴンチ自身ということになります。そして、私しかいませんよね。 まあ今はもうこうして発表してしまいましたから多くの方が知るところとなりましたけどもここにマドンナの足が出ているということです。そしてこの足はダヴィンチ自身が描いた解剖図で言われている足と一致するわけですね。皆さん自身で比較してみてください。なあち、ダヴィンチはマリアの正体を知っていたわけです。なぜ知っていたかということを、まあ、つもうちょっとあの考えながらこの絵を見てください。 こうした隠し絵手法は、シノレッリも使っています。これがダヴィンチの書いた、まあ、足の骨格,骨格図ですけども、これは日本では熊の足ということになってますけど、これは熊の足でないことはもう証明いたしました。人間の足、プラス、まあ、人間にはない、まあ、爪があるということですね。で、二人のマリアの話です。ダヴィンチはですね、えぇ、ー、聖母マリアとマグダラのマリアが、 同一人物であったことを知っていました。なぜそんなことを知っていたかということですよね。上が岩骨の聖母です。聖母子。下が最後の晩餐んのまあ絵ですね。中央にイエス・キリストがいます。その向かって左側にまあマグダラ・ノ・マリアがいます。これはもうマグダラ・ノ・マリアっていうふうにまあ考えるのは主流ですね。上が聖母・マリアです。 そして、この両者を比べてみますと、全く同じなんですね。左が最後の晩餐に出てくるマリア、右の方が岩睦の聖母子の中のマドンナいうことになりますよね。あの、ま、だイエスが子供ですから。左の方は、あの、まあ、最後の晩餐のマリアです。ですから、まあ、もし左がですね、マドンナであれば50歳を超えてるはずですけどもね、全く同じなんです。 そして、衣服もマリンブルー、マリアのブルーの服を着ています。皆さん自身でご確認ください。ということは、ダヴィンチはですね、マグダラのマリアと聖母マリア、すなわちマドンナが同一女性であることをこうして私たちに示しているわけです。が、なぜそうなのか、なぜこんなことを私たちに示しているのかということになりますよね。すなわち、えー、ダヴィンチはマリアの、両方のマリアのね、正体を知っていたということです。 で、同じことをミケランジェロも知っていました。まあ、どういう形か知りませんけども、えー、ミケランジェロもそれを知ってたわけですね。これがあの聖母子です。右の方がピエタ像です。で、両者のマリアの間には30、少なくともね、40年近い年月が経ているんですけども、この両者のマリアは全く同じです。皆さん自身でご確認ください。 本来なら、右のマリアはですね、五十数歳になっているはずですよね。キリストが33歳で処刑されたということになっていますからね。プラス、えー、妊娠した時の年齢を足せば、そういうことになります。が、まあ、右のマリアは全く年を取っていません。で、これに対して、まあ、キリスト教の方ではですね、聖母マリアは年を取らなかったというふうに教えています。 なあち、右の方はマグダラのマリアってことになりますし、左の方は聖母マリアってことになります。なあち、ミケランジェロもこの両方のマリアが同一女性であることを知っていました。なぜかなぜかなぜか疑問がどんどんと膨らんでいきますね。で、ダヴィンチの話に戻りますが、下がミケランジェロ。で、ダヴィンチはですね、 えー、セーマリアとマグダロル・マリアが同一女性であることをこうして絵にしてみせました。そして、ミケランジェロは彫刻にして、それを私たちに教えています。なぜか、なぜか。裏を返しています。なぜダヴィンチがこんなことをしていたかということになります。もう一、結論ですけども、もう一度ここで見てください。なぜダ、ダヴィンチはこのような、学んいますか、足をですね、 取材告知の中に書き込んだのかということです。言い換えますと、ダヴィンチはそのマリアの正体を知っていたということになります。と同時に、えー、ダヴィンチは岩窟の、えー、聖母というものを書いたわけですね。で、マリというのは、まあ、魔女で、そして、えー、洞窟に住んでいるということを当時の、当時の <laughs> イタリアでは常識でした。そして聖母マリアとあマグダラのマリアは同じである。と同時に、う、え、つ、ー、はあイナンナの、まあ、兄弟。 そして、イナンナがイスタールとなるわけですね。なあち、この左のイエス・キリストと言われている人は、ツなイナンナの、まあ、はい、兄弟ということになります。そして、この老人は、1500年後のイエス・キリストというふうに考えるわけです。そして、これがダヴィンチのまあ素顔ということになるわけですけども、この三者は、まあ、大変というレベルを超えてよく似ています。 そして、私たちが知っているダヴィンチの、えー、まあ、これが、まあ、顔ですね。以上を総合しますと、どうやらダ、ダヴィンチという方はですね、1500年後のイエス・キリストではなかったかということになるわけです。巨大な謎ですから、順にまた考えていきますけども、まあ、一つの突破口と言いますかね。一つの、まあ、テーマになれば、 皆さんのね、謎解きのテーマになれば大変嬉しいです。ということで、Thank you very much for watching and bye!Hello, this is Hiroshihaya Shi, Hammam City, Japan.Jesus Christ after 1500 years.Leonardo da Vinci was Jesus Christ.1500 年後のイエス・キリストレオナ l e o n a r d da Vinci はイエス・キリストであったという 仮説です、まあ、その話をする前に少し外堀を埋めなければなりません。シュメールにおいてはアヌオが頂点に立ち、エンリルが生まれ、延期がそれに続きます。こうした流れの中から、いわゆる月の神、月の女神から、いわゆるイナンナが生まれます。 法上の神と呼ばれています。多産で、多産ということはたくさん子供を産むって意味ですね。多産で、そして、まあ、大地に恵みをもたらす神ということになるわけです。が、そのイナンナはやがて力を持ち、頭角を表し、ペルシャ全域を支配するようになります。これがイナンナです。バビロニアでは、イシュタールと 呼ばれています。マリですね。エジプトではマリ、ヘブライ語ではマリアとなって、やがてキリスト教を立ち上げます。バビロイナの系図を見ますと、イナンナ、イシュタールが頂点に立ちます。向かって右にいるのがサマーシュです。太陽の神です。ヘリオスと考えるとわかりやすいですね。 イスタール、イナンナです。が、ヘリオスはやがてその座を奪われます。ヘリオスで注意したいことはですね、まあ歴史の中で初めて降臨を頭に持っているということです。頭の周辺を見てください。その降臨がやがてキリスト教へと引き継がれます。 キリスト教、キリストがですね、頭に氷を持っているのは、ヘリオスの流れを汲むものだということですね。こういうことから、サマーシュが、いわゆるヘリオスがキリストになったというふうに私は考えています。が、アポロがやがて太陽の神の座につきます。ヘリオスはタイタン族です。そして、アポロンは、アポロはですね、 え、オリンピアンですね。いわゆるゼウスの一派です。で、まあ力がアポロの方があったものですからヘリオスは太陽の座をアポロに譲ります。アポロイコールミトラです。ギリシャ彫刻は神々の歴史をそのまま表したものですね。ですからアポロの顔とミトラの顔は同じです。しかしヘリオスの顔とは違います。で、全1世紀頃にはミトラ教が ペルシア全域を支配します。これは12月25日にミトラがアナヒータから生まれた時の様子です。三人の賢者が集まり、そしてミトラを祝福します。ミトラはメシアというふうにキリスト教では呼ばれます。アイオ・プロミテイスはアイオ・プロビデンスと言い換えられます。マドンナはマリ・イナンナ、私の夫人というふうにローマ時代に言い換えられます。そしてイシュタールは イースターと名を変えます。現在、カトリックではイースターを最大のお祭りとしているのはそのためです。イスタールがヘリオスと抱き込んでキリスト教を立ち上げます。で、ご存知のようにイエスキリストは張り付けに処せられ、その後復活します。そしてさらに、それから1500年経って、ルネサンスの時代にもう一度イエスキリストが現れます。 聖外符のイエス・キリストですね。左がヘリオスです。そして聖外符です。聖外符から復元図が作られ、そしてイエスの顔が再現されました。向かって右側の眉毛に注意してください。ヘリオス、イエスは眉毛が少しポンと上がってますね。これが特徴なんです。で、ミケランジョロはそのことを知っていたみたいですね。 これがヘリオスの向かって右側に目に注意してください。これはピエータ像です。ピエータ像のイエス・キリストもやはり向かって右側の眉毛がぴょんと上がっているのがわかります。よくご自身でご確認ください。言い換えますと、ミケランジョロはイエス・キリストの正体を知っていました。イエス・ミケランジョロ だけではないんですね。聖外符はダヴィンチが作ったものと私は考えています。聖外符のイエス・キリストは向かって右側の眉毛が上がっています。同じようにペータ像のイエス・キリスト像も向かって右側の眉毛が上がっています。レオナルド・ダヴィンチについて。レオナルド・ダヴィンチはこうした同じような 肖像画を、まあ、5枚残してますね。右下のは反転してあります。ですから、反転も、元に戻しますと、上の絵と区別がつかなくなりますね。3D、いわゆる、まあ、モデリングって言いますか。この場合は、プリンティングテクノロジーを持っていたと思われます。全部向かって、右側の目が、眉毛がぴょんと上がっています。ダヴィンチは、明らかにイエス・キリストの正体をしていました。 眉毛に注目してください。ダヴィンチとミケランジェロ。上がダヴィンチの作った生涯をから起こした絵。下はピエタ像から、まあ、がミケランジェロが作ったピエタ像のイエス・キリストです。向かって右側の眉が上がっています。 それはまさしくヘリオスの眉毛でもあったわけですね。さらに、これはダメージの描いた最後の晩餐の絵ですけども、またこれが岩窟の聖母ですね。この最後の晩餐に出てくる、いわゆるマグダラのマリアと、そして岩窟の聖母の中に書かれている マリアは全く同じです。この2枚の絵を通して、ダヴィンチはマリアと、聖母マリアとマグダノルマリアが同一女性であることを私たちに伝えています。これは大変なことなんですよ。キリスト教そのものを根底から揺るがすような事実かと思われます。 皆さんご自身で比べてみてください両。両方ともマリンブルー、すなわちマリアの、もっと言えばローマ時代には悪魔と恐れられたマリアのマリンブルーの衣服を着て身にまとっています。マリアは高い山の洞窟に住んでいました。人々に大変恐れられていました。そうした マリアの正体をダヴィンチは知っていたものと思われます。ですから、岩窟という、につかわしくない場所にマリアを置きました。では、ミケランジェロはどうだったでしょうか左は聖母子ですね。マリアとあ、まだ幼いイエス・キリストです。右は、十字架から降ろされた イエスを抱くマリアです。年齢で計算しますと、右のマリアは50歳を超えてますね。しかし、顔は全く同じです。マリアは年を取らなかったというふうに教えられてますけども、左は聖母マリア、右は,右はマグダラのマリアということになります。つまりダ、ダヴィンチもミケランジェロもマリアの正体を知っていました。ですから、共に同じ女性で表現しています。 聖母マリアイコールマグダノルマリアということをこうした作品を通して私たちに伝えています。では、イエス・キリストはどうであったか上がダヴィンチの素顔です。このダヴィンチの素顔とヘリオスの顔を見比べてみてください。向かって右側の眉毛がポンと上がっているのがわかりますね。なあち、ダヴィンチの眉毛も上にぴょんと上がっているということなんです。 ここが重要ですね。では、ダヴィンチとミケランジェロ、どちらがイエス・キリストに近かったかといえば、ミケランジェロは歴史的にも調べれば調べるほどといいますか、調べる必要もないほど人間でした。しかし、ダヴィンチは謎に包まれています。ヘリオスの眉毛とダヴィンチの眉毛を比較してみてください。 こ,れこのことからもわかるように、私はダヴィンチイコールヘリオスではないかという強い、まあ、疑念と言いますかを持つようになりました。が、ダヴィンチはこんな絵も残しています。この絵とダヴィンチが手,手助けして描いたと言われている洗礼の絵の中に表現されているイエスと比較してみてください。この両者は同じなんですね。 一見違った絵に見えますけども、細部を一つずつ丁寧に追いかけますと、左の老人と右のイエス・キリストは同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまり、ダヴィンチはこれら2枚の絵を通して、というよりもこれはもう写真に近いんでしょうけども、イエス・キリストイコール左の人物、左の人物イコール、実は ダヴィンチ自身であったということを表現しています。ダヴィンチの顔と比較してみます。一番左がダヴィンチの素顔です。何度も精査していきました。小さな、まあ耳たぶのない耳。それからエラは、エラと言いますかね。何かしらエラの張った方。ここにくぼみがあって口が細く長く。 そして花も特徴があります。花にも特徴があります。こうして見比べてみますと左の二人は同じであることがわかります。そしてその顔はダヴィンチ自身が描いたイエス・キリストの顔とつながっていきます。こうして並べてみますとダヴィンチは 何を言いたかったか、すなわちイエス・キリストは私であるということを、こうした絵を通して表現したのではないでしょうか。特にこの頬骨に注意してください。ダヴィンチの頬骨はですね、太く大きく、真横に、まあ、あります。これは一番右は超党人間の頬骨ですけども、人間よりも長く。 それから大きいですね。まあその、ちょうど人間と関係あるかどうかはわかりませんけども、イエス。それから、この、まあ私はこれを真ん中のはですね、メラノのセムショートコだと思っています。と、ダヴィンチは同一人物であるということですね。ということになりまして、1500年経ったルネッサンスの時代に、イエスはダヴィンチとなって、 この世に現れたと私は考えています。あくまでも仮説です。どうも最後までお聞きくださいましてありがとうございました。Thank you very much for your watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshaya i h Shi Hammam City Japan. Shamash Helios Jesus Christ.Jesus Christ was Helios。古代ギリシャ神話の神々は 彫刻という形で神々の歴史を私たちに残そうとしました。言い換えますと、彫刻を見れば古代の神々の歴史がわかるというわけです。まずヘリオス。ヘリオスはアポロンに太陽の神の座を奪われるまで太陽の神としてこの地上に君臨しました。しかし、アポロが太陽の神の座に着くとヘリオスはその座を奪われます。 これがヘリオスです。ヘリオスはよくアポロと混同されますしかしヘリオスとアポロは別人ですそのことは彫刻を比較すればわかりますこれがアポロですアポロはゼウスとヘイラの子供として生まれます アルテミスと双子の兄弟として生まれます。アポロです。アポロとヘリオスを比較してみます。顔が違いますね。ヘリオスは細長い顔をしています。アポロはそれに比してやや丸っぽい顔をしています。こういう形で私たちは神々を区別することができます。次にミトラです。ミトラ教のミトラです。 ミトラの像は、ややポーズを変えて、同じようなのが5体残っています。これがアポロです。右がミトラです。比較してみてください。やや、って言いますか、丸っぽい顔。額の様子、それから口。 輪郭。そして花。長い花ですね。こういう形でギリシャの、まあ、彫刻はですね、アポロとミトラが同一人物であったということを私たちに教えています。古代ギリシャ。家系図を見ます。ゼオリンピアンズの家系が中央下にあります。 The ンピアンの家系の中心にいるのが言うまでもなくゼウスです。その妻がヘーラです。そのゼウスとヘーラの間から双子の兄弟として生まれたのがアポロです。一方、ヘリオスは The タ,タンズの家系で生まれます。家系が違うわけですね。ですから、アポロが太陽の神の座に着くとヘリオスはその座をね、去らねばなりませんでした。 で、その当時、神の、神々の世界はどうなっていたかと言いますと、これがバビロナの神の世界です。頂点にイシュタール、イナンナがいます。そしてその右にシャマーシュがいます。太陽の神です。これが、右上がシャマーシュ、太陽の神の紋章ですね。もうわかりかと思いますけども、バビロニアにおいてはシャマーシュが太陽の神。それをギリシャ神話の中では、ヘリオスと 表現したわけであります。では、アポロとヘリオスの関係です。左がアポロ、右がヘリオスです。アポロはゼウスの、まあ、直径の子供として太陽の神の座につきます。で、ヘリオスはその座をアポロに明け渡します。アポロはミトラのことです。 太陽光線が7本ありますね。これは大変珍しい絵なんですけども、えー、ヘリオスの後輪をですね、アポロが放っているという絵です。顔の周りに輪が見えますね。アポロが輪をつけています。ヘリオスと今度はイスタールの関係ですけども、イスタールは頂点、月の神です。そして、 シャーマーシュは太陽の神です。古代バビロニアにおいては月の神の方が地位が上でした。そしてイシュタールはシャーマーシュをまあ抱き込んで、そして宗教を起こします。この図をよく見てください。頂点にイシュタールがいます。月の女神です。そしてシャーマーシュ、太陽の神がいます。 で、シャマーシュの頭の周りに降臨があるのに注意してください。歴史上、降臨が現れるのは、この像が初めてです。シャマーシュは、まあ、イシタールとシャマーシュは、組んで、そして宗教を起こし、シャマーシュは、イエス・キリストと語るようになります。そのシャマーシュの降臨が、 イエス・スキリストの降臨となってて今に続いていますこれが物的証拠ということになります。なわちイシュタールイナンナ、女神中の女神、そしてシャマーシュがイシュタールイナンナと組んで宗教を起こしたということになります。それがキリスト教の原点ということになります。これが シシャマーシュです右がイエス・キリストですその実はそのことをですねミケランジョロもダヴィンチも知っていましたこれはヘリオスすなわちシャマーシュの彫刻ですねギリシャ神話ではこのような形でギリシャの神々はですねこのような形で 私たちに歴史を伝えようとしました。向かって右の目ですね。上につり上がっているところに注意してください。これはミケランジェの彫ったペータ像です。もちろん 3D プリンティングテクノロジーを使っています。このキリストの顔を見てください。向かって右。このキリストの左目の眉毛が上につり上がっているのをわかりますね。こういう形で キリストイコールヘリオスであることを神々が私たちに伝えようとしました。同じようにダヴィンチもいわゆる聖涯符を作ります。この聖涯符に写されたイエス・キリストの顔の再現図です。同じように向かって右側、なわちイエス・キリストの左目が上に上がっているのわかりますね。なわちベケランジェロもダヴィンチも イエス・キリストの正体を知っておりました。すなわちヘリオス、すなわちシャマーシということになります。では結論をお話しいたします。イスタール・イナンナ、すなわちマリはヘブライ語でマリアになります。そしてシャマーシと組んでキリスト教を 起こします。が、しかし、当初からキリスト教であったかどうかということについては、私は疑問を持っています。当初はイスタール教であったと思われます。その証拠に、ローマ時代にイスタールはイースターという風に名前を変えて、現在に今でもキリスト教においては最大のお祭りになっています。チャーチンローマはローマンカトリックと名を変え、そしてイスタール教はキリスト教と名を変えます。左にいるのがイスタールになンな、そして右にいるのが イエス・キリスト、すなわちヘリオス、すなわちシャマーシということになります。まあ、端的に言えば、イエス・キリストはヘリオスだったということになります。今日お話したかったことはこのことです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! e l e r t h i s is Hiroshima City Japan.The agony of Leonardo da Vinci. ダヴ Vin ィンチの苦悩。私はこの2枚の絵を比較するまで、ダヴィンチというのは教会側に立った、つまり抑圧側の画家として、あれは芸術家として捉えていました。 しかし、ダヴィンチはこの2枚の絵を通して、マグダラのマリアと、そして岩窟の聖母子の中のマドンナがですね、同一人物であることを私たちに伝えました。これを私は知ったとき、もちろんこれは私が発見したことですけども、私はその奥に、ダヴィンチの底知れぬと言いますか、もう想像絶する苦悩を感じることができました。 これはレオナルド・ダ・ヴィンチです。そしてそのダヴィンチに果か敢かなく挑戦していったのがミケランジョロなんですね。ミケランジョロはそうした苦悩、ダヴィンチの苦悩を知らず、まあ、挑戦していったわけですけども、ダヴィンチ自身も実はアンチクライストだったんです。ね。まあ、そのことをこれからおいおい証明していきますけども、アンチクライストでながら、 そしてカトリック側で絵を描き続けたダヴィンチの苦悩はまさに想像を絶するものだったと思います。今日はその苦悩を皆さんにも分かっていただきたいと思い、ビデオを3本紹介します。どうかご覧ください。 Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamasuri, Japan. In this video, I would like to talk about the mystery of uh, uh, Michelangelo Buonarroti at, at Cappella Sistina. What did he want to talk to us? The secret of Renaissance. Here is the story about him, and excuse me to speak in Japanese. video uh, this is a uh, Capella sistina where we can uh, see uh, the greatest masterpiece uh, by uh, Michelangelo Buonarotti. on the ceiling we can have a, such and such a sort of a queer painting and it's heavily uh, this man half snake or a serpent man and here we uh, we can see a sort of cracks. And here we can see a knife. And uh, I thought it was a sort of a of paint, but it they were sort of artificially drawn by Michelangelo by himself. 日々だと思ったんですけどそうではなくて明らかに人工的に描かれていますねそしてこのエンジェルはですね天使はですね空からこの人をナイフで突き刺していますねこうした絵がですねあのもう全部にこう隠されてるんですねこの絵は、まあ後でもう一回紹介しますけど最もあも不気味な絵です。 この背中を見てください。ケロイド状に言ってますか、うろこのようなものが出てますね。まあ、美しいと言いますかあのあ、油断して見てるとこういう絵が隠されているわけです。こういう部分が隠されていますね。And also, do you think s a woman? <S 私これ,はこれ、顔だけ見ればこれは完璧に女性なんですね。ところが体を見るとあ男なのか女なのかわからないんですよね。 あの乳首がちょっと出てますから女性かなと思うんですけども体つきは完璧に男性のものですこういうふうにこのシステーナの絵というのは男女の区別がもうめちゃくちゃなんですねそして背中にはこう爬より独特のそのひれがついてるわけですこれはあのよく知られた「洞窟の聖母」というあダヴィンチのこれはあのこのここちらはですね ル、えー、ルーブル版ですねでこの中にこれ,これが今見せましたあのマッケランジョロの背中の中についている女性ですけどもこの女性をですね比較してみますと大変よく似てるんですね。ということはあのマッケランジョロは明らかにダ・ヴィンチの絵を意識して描いてるわけですけどもどうしてこんな絵をこの描き込んだかということなんですね。これはもうう、まあ、本当に冷え切った夫婦ののような感じの 暗いシーンでありますけども、この女性を見てください。明らかに女性ですよ。ところが顔だけは男顔なんですね。あの体は肥やかで胸もあります。で、この絵とですね、ダヴィンチのこのまあ、ババプテイズを受けているキリストの絵と比べてみます。えー、まずあのこの右の方の絵なんですけども、これ今左があのマケランジ,ランジョでですね。そして、えー、今のここの男性の顔ですね。 と比べてみてみください。よく似ている,、ね、るのはこの男性なんです。体を見てください。もうこれはもうプロレスラーのような体つきですね。そして太っていますが、顔だけはガリガリに痩せている男,な男顔なんですよね。こうしたその武器見てみますか、あの不自然さというか、それがこのあシスティーナのミケランジョの絵にはあふれているわけです。 そして、この子供の絵ですね。子供は、まあ、な何て言いますか、そこにいるイエス・キリストの顔を真似ているわけですけど、ダヴィンチの中のイエス・キリストも暗いですね。まあ、どうしてこんなところに子供が描いたんですかその背景を見ていただきたんですけども、やはりこの不気味なひび割れが書き込んであるわけです。これはじめ、あの絵の具のひびかと思ったけど、そうではないですね。そしてこの上の羊。 かと思ったんですけどもこれ羊ではないんですねよく見てくださいこれも後で説明いたしますがこれはとても羊の顔とは言えませんね羊はもっと可愛い顔していますということでまあこのダマイケランジェロはなぜダーヴィンチの絵をもじりながらそしてその なんて言いますかあのこ,うこうした絵を描いたかということなんですね。これらの二人のあ画家の巨匠たちの背景には何があったのか。その謎に迫ってみたいと思います。ただし、あの気の弱い方はどうか見ないでいただきたいと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, Hamamas City, Japan. This is a video, a kind of s u p p l e m e n t a l video for the video number 673. 67,、uh, Uh, in Japanese. このビデオは続くビデオ673号の補足訂正版です。えー、このあとビデオの中でこの絵を紹介しますけどもこの両側に書いてある、まあ、この円形の絵なんですねこれに今気になりましたのでこれについて補足しておきますでこれをですね並べ直してみますとこうなるんですねまず男がですねあの台の上に立って演説してますそこへ兵隊がやってきて まあ兵隊ですねそして棒を持った兵隊がやってきてそのところに対して、えー、何かしようとしているんですけど手の左手であのコン棒を振り上げてますからこれから攻撃しようというところですねそれで続く絵の中ではあの同じ男をですね台の上にいた男を、えー、兵隊らしき男たちがコン棒を持ってた叩きのめそうというか、まあ、しているところですよねでこ,のこの2つの絵を合わせてみますとまさに言論弾圧の絵になるわけです。 こけどこの男は誰かということなんですね。そしてこれは明らかに兵隊なんですけどね、腰からあの紐がバラバラっとつり下がってますから、わかりますね。あの男を梱包で殴ろうとしてる誰なのかということなんですね。何のためにどうしてこんなことをしたか、ですねまたどうしてこんなようミケランジローが書いたかということなんですよね。でもう一つ精査していますと、この男、えー、髪の毛があの半分上、あのちょっとおかしな帽子かぶってますが、1、2、3、4、5、7本の線が出てるので気を,気をつけてくださいね。で下の男はうつむいてますけどやっぱりな 7本の線が光っているのが分かりますね。7、7なんですねあの。数えてみてください。1、2、3、4、5、6、7本ですね。上も7本です。下も7本です。7という数字は、ですね実はミトラ教のシンボルなんですね。非常に重要なラッキーナンバーと言いますか、なあのナンバーなんですね。そして、この7というのが、まあ、1、2、3、4、ちらも,もうちょっと大きくしてますけど7本,です、ねえー、7本です。ね本ですということはですね、これはあのミトラ教なんですね。長く、これ、後になって、まああの あのフリーメイソンたちがこの像を作ってアメリカ合衆国に送るわけです。というようなことを頭に入れておき,きながら続くビデオをご覧ください。また次の,、ま、た次のビデオの中でこの絵についてですね、あの白いものについて私はあの足が骨になっているというふうに言いましたけれども、骨である可能性は非常に高いですが、この女性のものではないことは確かですね。ごめんなさい。これは私の間違いです。これはここで訂正しておきますので、そのことを頭に入れながら続くビデオをどうかご覧ください。えー、っと、そういうことです。Thank you very much for watching。 please enjoy the following video Hello, this is Hiroshi Hayashi 浜松市ジャパン Today's story is about t mystery of、uh, Cappella Sistina with s o l o s and、uh, sufferings、uh, in Japanese そこは悲しみと苦しみに満ちた世界だったまあシスティーナ礼拝堂の壁画についての謎です これがカペラシスティーナですね、えー、この壁屋の中に、まあ、ミケランジョロもたくさん絵を描いているわけですけどもその絵が謎なんですね。まさにそこは悲しみと苦しみの世界だった。なぜか。えー、システィーナ礼拝堂についてはです、ねえー、ウィキペディアはです、ね、最盛期ルネサンスを代表する芸術作品の一つであると、まあ、この天井が素晴らしいものだということを歌っているわけですね。 そして全体としてカトリック教会の教義を絵画化したものであると、まあ、全体としてカトリック教会の世界だというわけですねそしてマイケランジェロミケランジェロもねあのこ,この中で大きな仕事をしてるわけです、えー、まあこのシスティーナ壁画のレハイドの壁画を描いたまあ重要な人物であったということですね画家であったということなんですしかしまあ はは私たちは騙されていんじゃないかというふうに私は感じますというのはですね、セシ,シリーナ礼拝堂はですね、まさに悲しみと苦しみの世界だからです。まあ、そういうふうに判断するかどうかは、まあ、皆さんにお任せしますが、まあと、ともかくも事実を見ていただきたいと思うんですけども、絵を選択しないで、えー、拾えるものを全部拾ってみました。これがあの上に右上にの紙ですね。 あのアダムに手を差し伸べるでです衣服は同じですはところが子供がですねみんなこのなんて言いますか妙にこう不気味な目を,目をし大人っぽい顔をしてるんですねいわゆる子供らしさが全くないということですそしてこの髪は背中にですね死体を背負ってるんですねそして周りにいる人間たちは男とも女とも首つかないんです顔だけ見てると女性なんですねところがついてるものがちゃんとついてるわけですでこれは男なのか女なのかということなんですね まあそういうい非常に分かりにくいです。これはまあ今、丸つけたのは明らかに女性らしいですね。右,左の,右の方も女性らしいです。ところが、右の方はこれあの顔は男性なんですね。ところが、どうなんでしょうかね。左の方は筋肉ムキムキですね。でこの人はですね一見女性に見えるんです。まあ、誰が見ても女性でしょ。でこの子供ももどうもおかしい。ところが、この人は男性なんですね。胸がないんです。 というような感じなんですね。子供も大人っぽいし、女は男みたいだし、男も女みたいで区別がつかないというのが、このシスティな礼拝堂のミケランジュの解体への特徴なんです。この人を見てください。そしてこの人を見てください。で、この暗い雰囲気ね。みんながこう、それで疑い、疑い、疑って、疑い合ってるって感じ。この女性の目不気味ですね。が、この女性はもっと不気味です。向かって左側の目を見て,目を見てください。達成線一本でしょ。 ぞっとしますね、こういう目を見ると。どういうわけだかゾッとしますね。はい。で、ここの、この絵もまた不気味なんです。ここを見てください。ここを見てください。そしてここを見てください。ということで、まあ、丸印をつけました。まあ、天井の,下,あの下の方からだと何が書いてるかわからないと思うんですね、詳しくは。これ生首なんです。そして、そこのベッドの上には首のない死体が横たわっています。 そして左側にいる人体、人間はですね、手は出てますが指が離れてくっついている感じで何でしょうね、耳がこっち向いて,て光で隠されて、陰で隠されてますが、足が途中で切れて何かの殻に入っているみたいです。一体何ですか、これは。そしてここの絵ですね、この女性も怯えています。怖がってますね。この特徴はですね、誰一人笑ってないということなんです。 誰一人ね、あの微笑んでいないということなんですね、このシスティーナ礼拝堂の壁画は。そしてこの目を見てください。まあ不気味ですね、多勢線が入っているだけの、まあ瞳こういう風に見れば見れなくもないんですけども。さあ、これですね、中央にいるのは誰かの死体だと思います。まあ、詳しい説明は私には分かりません。しかし、手を見てください。どうもおかしいんですね。これ絵の具が落ちたという感じにも取れますが、そしてこの女性なんです。この死体を 上からもう何て言いますか冷酷無してますか詐欺すんだような目で見てますね。まあ、絵もあのこの絵も手,手のつけ方もおかしいですね。そして紙とて例外ではないんですね。このこれはあのアダムに手を差し伸べる神と,と同じですね。服が同じですから、えー。そしてこの指なんです。最近細くなって長くて細いでしょ。 ものすごく長いんです、指が。そして、これは雲に隠れているように見えますけども、こんな長い指はありませんね。そして、この手,手がですね、どんなにひねっても、このポーズは取れないんですよ。皆さん、試しにやってみてください。手をガーッと180度ひねってるんですね、これ。親指が手前の方に来てますから、上、手前に来てますね。そして、この顔ですね。まあ、この絵も、とにかく。 子供の顔なんですけども、やはりこう、なんて言いますか、怯えてますね。どうしてみんなこのように怯えて、悲しみ、苦しみに満ち溢れているんでしょうか。そしてこの目も、やはりどこか、まあ、はっきり言えば不気味ですね。これは、なんとかっていうあの別の礼拝堂の絵ですけどもね、同じくメケランジェロが描いた絵ですけども、まあ、こういう不気味な絵を描けるという人はあの、そうはいませんね。私は正直言いましてこういう不気味な絵は描けません。描いてるうちに気分が悪くなってしまいますからね。 あの精神的におかしくなっちゃうというか、あまり書きたくないです。で、この絵もまた不気味なんです。ここのを見てください。羊が殺されています。ここに馬が死んでいます。この男、女で、意見すると女性ですけど、男なんですよ。みんな男なんですよ。ついているものがついている。そしてこの絵が2つがですね、非常に暴力というか言論の自由を騙している絵なんですね。 えー、ここにはこのもっと武器物があります。後で紹介します。えまあ、この羊がね、殺されて首を裂かれてますね。羊はもちろんカトリック教会のシンボルです。どうしてこの絵を描いたか。まあ死んでますね。で牛がそれをじろっと何やってんだって顔して見てますね。これは女性なんでしょうか。顔だけ見てください。がついているものはついてるんですね。 これも一見顔だけ見ていると女性なんですけども、もうこういうふうにチグハグなんですね。この。ってことはこれ人間描いたんじゃないと思うんです。まあ、台の上に乗って演説してる人を誰かがやってきて、俺、引き下ろそうとしてます。一つ引き下ろした後、今度は棒で撲殺しようとしてるんですね。同じ人です。これはね、立て,立てた人と。そしてこの台の上には何か不気味なものを、まあ、焼いてるのか、切ってるのか分かりません。そしてこの男、男性です。背中には、まあ、なんか爬虫類か恐竜の背中のようなものがついています。 不気味ですね、まあ、先ほど言いましたようにあの天井高いですから下からは見えないと思いますよこの線まではこれは何ですか、まあ、実に不気味ですねこうした絵がねぞろぞろとあるというかこれはあの決してあの不気味な絵だけを選んだわけじゃないんですよ全部ですからそんなにもこの絵の中には悲しみや苦しみが満ち溢れていますどうしてでしょうかこの人は怯えてますね泣いています この人も怯えてますね。怖がってます。この人は泣き叫んでいますね。暗い穴の底から泣き叫んでいます。この人も怯えてね、逃げようとしてるんでしょうかそういうふうに私に見えます。どうしてこんなんでしょうか笑い声や方へみが全くない世界。それがシスティーナ礼拝堂の絵なんですね。はっきり言います。悲しみと苦しみの絵とあの絵画なんですね。 でどうしてこれがカトリックの教えをその代表しているか、まさにこの目なんか、寝てるのかもしれませんけれども、白目がだけは目立って不気味ですね。映画、エクソシストに出てくる、まん、あ、ですか、化け物のような顔ですね。そして、この絵もそうなんです。これは一体、ここにいるのはみんなが男なのか女なのか、さっぱりわからないです。右下にいるのはこれ、菩薩のようだと森本さんおっしゃいましたけれども、これ女性なんでしょうか。でも、ついてるものはついてるんですね。 これも男なんでしょうか女なん,なんでしょうかまあ森本さんがおっしゃるには筋肉ムキムキでね、よくわかんないと。そういうふうにおっしゃってました。で先ほどね、もう一回見てますと、こういう感じなんですね。これ女性なのか男なのか、さっぽわからなんですね。これ胸がちょっと出て乳首が出てますから、女性かなと思うんですけど、筋肉ムキムキで。しかし、同じような女性がもう別の方向、まあ、片,片方に変えたんですけども、ついているものはついているんですね。さあ、これもそうなんですね。 かなり年配の女性だと思うんです。胸が大きいですから。で、そこの向こうに子供が2人います。しかし顔を見てください。恐ろしい形相の、まあ、まさに男性側ですね。まあ、こういう女性いなくはないんですけども。で、この子供はですね、片目を閉じてるって感じですけど、まあ、これはちょっとは,あのはっきり分かりませんが、分かりません。この女性も何かに怯えています。どうしてみんなこんなに怯えてるんでしょうか。この女性ですね。その向こうに、黒い影に隠れてよく見えませんが、大きくしてみると分かります。 おそらくミケランジェロもここまでは見れるようになるとは思ってなかったんじゃないでしょうか。縦線一本だけの気味の悪い、まあこれも本当に不気味ないですよ、皆さん。まあこれから先あんまり見られない方がいいんじゃないかと思うぐらい不気味ですね。まあ、順に見ていきましょう。この人はですね、明らかに足が折られてますね。そして骨が2本で、尺骨でしょうか,そ,うかそしてその中から骨髄液が血が漏れ出てますね。足が折られて。 むき出しになっておられて、その向こうには人の男が見下ろしてますね。しかし首がありません。しかしこれは隠し絵なんですよ。これは普通に見るとこういうふうに見えるんですね。ところがもう一枚顔が隠れているんでもう一つ。ここに目があって、鼻があって、口があるんです。まさに悪魔の顔なんですね、これは。悪魔というか、まあ、人間じゃないですね、これは。でこのやあ羊を見てください。あのカトリックのシンボル。 下から見えないということをいいことにして、この、まあ、なんて言いますか、この不気味な顔、これはもういい、羊というよりも、レプタリアンの顔ですね。この絵がまたの皆さん、本当に気持ち悪いです。ゾッとしますよ。まあ、本当にゾッとします。あの、加工してみてください。いいですかこの背中です。ケロイド状に何か吹き出てますね。一見、鼻のように見えますけども、ケロイドがね、皮膚から吹き出てます。これ見たときに私、ゾーッとしましたですね。 耐えられませんさあ、この絵も例外じゃないです。世界で最も有名な絵と言ってもいいでしょう。この神、右の神の方ですね。エルシャダイでしょうかあの。万能の神っていうふうにしかキリスト教では言いませんけれども、この万能の神を囲っている、アダムに手を差し伸べている人の周りはね、みんな子供たちが怯え、左の人は死んでますね。そうした人がこ,うこの神を取り囲んで、子供たちはみんな怯え、悲しげで、ね、きつい顔してますね。 穏やかさが全くないです。何も悲しそうです。で上の子供には首が首がないんですね。この頭だけなんです。よく見てください。頭だけがポッコリとあるんですね。そしてこの冷え切った夫婦関係を示すようなあ絵ですね。男と女が。まあ、この絵見て、まあ、まあいいです、それは。あのはいこの男。これ男じゃないです、女性ですね。顔だけ見ると男かなと思うんですけどもね。胸があるんですね、ちゃんと。はい まあこういう女性もいなくはないんで、私は、なんていうかぶってるなんかね、あの、シスターのかぶる布のような感じです。子供、後ろに子供も怯えてますね。怖いよーって言って。さあ、ここにもいますね。この子供の顔を見てください。この顔,顔を見てください。この子供には角が生えてるんですよ。角をうまく髪の毛でごまかしてますね。額の上からぼっと出てますね。はい。まさに、あの、 悪魔のののイメージをそそのままの角ですねそして左の子供の目、開いているのか、閉じているのか分かりませんけれども、向かって左側の目は縦線1本です。右の目は白目です。しかし、その代わりに下に黒い髪の毛のようなものがありますね。 子供横目で見る。一体ミジャ、ミケランジョロはこうした絵を通して何を訴えたかったんでしょうか。場所はカトリック教会の礼拝堂ですよ。そして現在に言われているように、まあ、大壁画なんですね。まあ、ご覧のように下からは上に細かいところまでは見えないんですね。しかし、この世界には静寂と笑い声のない、そして微笑みのない静寂、恐怖と悲しみだけが満ち溢れているわけです。 さあ、そのヒントは森本さんが教えてくださいました。この一枚の絵で私は謎を解くことができました。この絵を見てください。遠くに山が見えますでしょう。これはまさにフィ,フィリギャ帽子ですね。当時の人がフィリギャ帽子を知らなかったはずはないんです。フィリギャというのは中部トルコの古名です。古い名前です。なおち、ミトラ教はここで生まれて、えー、ミトラ神たち、日本の弥ク菩薩もみんなこの帽子をかぶってるんですよ。 えー、そういう帽子なんですね。これはあのー、キャリーだったかな、キャリー礼拝堂の絵ですけども、ここに横にでーんと立っているのが、このフェディギャー帽をかぶった男性なんですね。非常に汁深い顔をして、それを静かに冷静に見ています。さあ、ここにも松明が出てきまして、これも森本さんがあの紹介しました、風の方向が逆なんですね。子供の頭と火の方向を見てください。松明は言うまでもなく、ゾラスター教のシンボルです。そして風が左右に吹いてますね。 実に奇妙な絵です。さあ、もう一度、この帽子を見てください。ミトラ,ミトラですね。の帽子と即でしょ。ということは、この帽子はミケランジュロンは知らないはずがないんですね。当時の状況下でして。ミトラ教の帽子なんです。キリスト教の、まあ、まあ、キリスト教に言わせたら天敵ですね。これはミトラ教のミトラ,ミトラですね。ギリシャ小国です。これは4体、5体見つけましたね。同じの。ほんのわずかだけ時間差を置いて作ってるんですね。そして、この羊、非常に奇妙ですね。 なぜこんな絵を描いたかってことなんですけども、ここに牛がいます。牛はミトラ教のシンボルで、やっぱり同じように横の方からじろっと見て、なんていうかあの。 冷静に判断している。そして下にいるのは、右にいるのは羊ですね。殺されています。首を裂かれていますミケジャル。ミケランジェロはひょっとしたらアンチクライストじゃなかったんでしょうかすなわちエイリアンに助けられたいましたという可能性が非常に高いですね。例えばここに見せる彫刻はですね、前にも証明しましたが、3D フォートグラフテクノロジーによって作られたものです。あの布の、ね、精査すれば分かりますよ。ダビデもこれもあの、 ギリシャ彫刻のあ,あちこちの部分を集めて作られたというふうに私は判断しました。そしてこれがあゼウス像ですね。そして右に出てくるのがこれがダビデ像あ。ごめんなさい、モーゼです。同じですね。モーゼ。この右のは、ね、あのミケランジョの彫ったモーゼです。全く同じなんですね。まさに 3D フォートグラフで,で作られたということですね。そしてそれから、まあ、これルシファーの話をしたときに使ったよう、使ったんですけども、キリスト教はミトラ教をコピーして作られあの生まれたんですね。 そしてその,あの、またコピーですよあの。それはミトラ教を皆さん調べてくだされば分かりますし、私のホームページでも、やらかったビデオでも紹介いたしました。そしてこう流れを見ていきますと、あまあ、フリメーソンとの間には長い時間がありますけども、もともとはあのギリシャ神話というのはあのミトラ教の世界を描いたものなんですね。名前は全部書いてますけど、そしてミトラ教の向こうにはゾラハスター教があるわけです。この流れの中から、実はあのミケランジェロが左側のラインを通って生まれてくるわけですね。 当然キリ,ストキリスト教とは、まあ、何て言いますか、相入れない関係でいます。キリスト教の方がローマ国教になってからは徹底的にミトラ教とラスター教を弾圧しあの、消してしまいますからね。ということがで、まあ、ミケランジョの謎について迫っていました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.